登録者さんが270人を超えました。いったコメントが3件入ってくるってことは、5とのつながりを無視できないな。偶然は必然で、全て起こるべくして起こってる。それを含めてこう日々生きていこうかなと思います。こんにちは、小内さやかです。皆さんお元気にされていらっしゃいますでしょうか。見てくださりありがとうございます。登録者さんが今270人を超えました。え？ってぐらいびっくりしてます。まあ、このチャンネルね、そもそもコーチさやかってネーミングした通り、コーチングをしている私、コーチっていう仕事をしながらの私が、一個人ね、として、どういうふうに物事を感じたり体験したりっていうことを、こう皆さんとシェアしていったりとか、表現していく場として、こうチャンネルを開設してみたんですけども、まあ、その中で、ビーズというね、私に強烈な体験をくれた存在、のことを、こう、ビーズを通しての体験をお話ししたらですね、5000とか6000とか8000とかっていう再生数をいただく動画ができ、で、皆さんとご縁ができて、こうやって私の登録者数も伸びているっていう状態なんですね。なんかそこで起きたこと、そこで感じたことを今撮っておきたいなと思って、そのことについて話していきます。で、これね、私がビーズ動画を上げる前から、ここに登録してくださった人たち、ビーズファンじゃないかもしれない人たち、その人たちも偶然ビーズファンでしただったらもうものすごいマッチしてるんですけど、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれないんで、この YouTube どうしていこうかなっていうのが、こう嬉しい悩みだったわけですよ。ここ5日ぐらいかな。火の鳥でした経験。まあこれはもう誰が何と言おうが私は話しておきたかった。スターズのライブでこう体験がもしかしたら変わる前にね、同じプレジャーとして。で、それを出したことによってなんかコメントっていうものをいただき、そのコメントからこう自分の行動が変わっていって、皆さんとのつながりができていってっていうことを体験しました。あのビーズ動画も正直まあいつものこう映画これ見ましたと似たようなジャンルではあったんですよ。その体験の強烈さみたいなことは置いといてね。だから、ビーズっていう存在がすごいんだなと。やっぱり知らない人がいないバンドってすごいんだなって改めて思ってたんですね。で、その上でこう、私のチャンネルってじゃあどうしようっていうのがあって、先日こうコーチングを受けていて、まあ YouTube これからどうしていこうかなっていうことで悩んでます。そこがちょっと決めかねてるのでそこを題にしたいですってことでコーチングを受けてたんですけど、あのさ、受けてる途中にですよ。受けてる途中に、ビーズ動画に対するコメントが3件ぐらいピコンピコンピコンって入ってきたんですよ。で、そのコーチング受けてる1時間とか1時間半の間にコメントが3件連続で入るって、まあ、あんまないわけですよ。言うても動画も何千台だし、3件連続で入るっていうのが、あ、これはもうフラートだなと思って。まあ、フラートっていうのは、プロセス心理学とかで言われる、世界から何をこうシグナルとして受け取るかみたいなところで、それをヒントに潜在意識を顕在化するために紐解きをしていったりとかでたまに使う、ワードなんですけど、まあ、その、フラート、コーチに、ちょっと多分これフラートなんで見ていいですかっていうふうに聞いて、そのコメントを見たんですね。で、そしたら、まあ、それは書いてくださった皆さんと同じように、熱いコメントだったの。最前列で見ましたとか、やっぱりビーズっていう存在が、とかね。あと、この歌詞で本当に泣きました、みたいなコメントがあって、もうなんか、どんな動画にしようっていう、こう決めかねてるってこと自体が、ちょっと違うんだなっていうふうに思ったんです。なんかさ、ビーズ動画を出す前にはもう戻れないし、ビーズ動画をなかったことにもできないし、まあするつもりもないけど、なんていうの、じゃあ、これはこれ、あれはあれってことで、最初その分ける選択肢もあるのかなと思ってたんですけど、これ分けられないなと思って、かつ、一応、ビーズチャンネルって書いてないので、登録してくださった皆さんは、ビーズ以外の情報とかこととか動画でも、もしかしたら受け入れてくださるかもしれないっていうこともあって、起きたことすべてを、やっぱり受け取って、その上で何ができるかっていうことで、
動画を作っていこうっていうふうに決めました。で、まあこういうふうに迷うのも、まあ YouTube はそもそもその Google さんのアルゴリズムの中で、何の情報を提供してるかっていうね、何について動画なのかっていうことを、やっぱりおすすめに出すにはですね、その辺がちゃんとしっかりしてた方がいいわけですよ。ね。で、こういった、まあいろんなことが起きて、いろんな矛盾もあって、好きだけど嫌いみたいなこととかさ、ここは許せるけどここは嫌だとかさ、こういう風になりたいけどまだなれないとかさ、いろんなこう矛盾が、なんか一筋縄ではいかないじゃん人間って。ちょっと行くんだけど、なんていうのかな。わかりやすくはないじゃないですか。自分で自分のことも。それを表現していくにあたって、その機械というアルゴリズムに乗せなきゃいけない。乗せなきゃいけないってわけじゃないけど、乗ることの方が多くの人に届くっていうことね。で、いろいろ考えてたんですけど、もうね、あの瞬間、ああいったコメントが3件入ってくるってことは、なんていうのか、そことのつながりを無視できないなっていうのが、すごく思ったんですよ。こう、いい意味でね。やっぱりこっちでいいんだっていうふうに思ったの。だって、ビーズの情報を届けるチャンネルでもないしさ、まっちゃんのギターについてすごく語れる方は語れないしさ、ただ好きっていう話をしちゃったもんだからさ。そう。で、そこは嘘ないですけど。はい。そういうふうに感じています。なので、ちょっともうこの路線だな、みたいなのはわからないんだけど、今、このいろんな経験がある中で、今この瞬間私が強烈に感じて、私自身の、まあ、使命というか、まあ、喜びみたいなものとつながるテーマであれば何でも出していこうかなというふうに思ってます。それでさ、その時にいただいたいくつかのコメントの中でさ、一つちょっと紹介させていただきたいんですけど、デッドエンドという曲を生で聴いて大号泣しましたっていうコメントがあったのね。で、それで時間を食おうといいじゃないか。無理やりでも面白がれ。という歌詞でこう自然に涙が出ましたっていうコメントがあったんですけど、それで改めて私また曲を聴いて、グッとくるねと思って聴いてたんですけど、その週のね、あるコーチングのセッションで、まあ、クライアントさんがいろいろこう、お話しされてるときに、もうどうしても頭の中でこう、ワードが浮かんでくるときってあるんですよ。で、それはもう、セッションのときって私の個人っていうところは、なるべくこう、なしにしてて空っぽになってるので鏡になるためにクライアントさんの。でもどうしてもなんか言葉が出てくるときはそれをお伝えするようにしてます。すいません、ちょっとシャーマンさやかが出てきたんでいいですかっていうふうに言ってこれコーチングあんまないよだけど、まあ信頼関係があるお客さんとはね、そういうふうに少し降りてきたものっていうのはちゃんとシェアするようにしてるんですけど、そのクライアントさんのとやってたときにさ、面白きこともなきよう面白くっていう高杉新作さんのさ、詩言葉がめちゃくちゃ浮かんでて、あ、これは伝えなきゃいけないと思ってお伝えしたんですね。今、お話を聞きながらどうしても浮かんでくるものがあったんでシェアしていいですかっていうふうに言って、お伝えしたら、いや、実は今この本読んでますって言って、出されたのが吉田松陰先生の本だったりとか、なんかそういうこととつながってる、そういうのってなんかあるなって思うんですね。見えない力が本当に働いて。でね、そのデッドエンドも歌詞もさ、無理やりでも面白がれなんですよ。どんな状況でも無理やりでも面白がれなのよね。高杉晋作さんのこの詩には、まあ、いろいろ諸説あるんだけど、まあ、面白きこともなきを面白く、住みなすものは心なりきりっていう後の句がついていて、まあ、本人じゃない人が読んだっていう話もありますけど、で、心なのよね、結局。いろんなこと起こるじゃない？それをどういうふうに捉えるかっていうのはやっぱり心だなって。まあそれはね、自分を知る意味ってありますかっていう動画で話したやつ。で、なんかさ、いろんなことが起こるじゃないですか、毎日。でもそこにどんな意味を見出したり、どういうふうに味わうかっていうのは、その人次第なんですよね。その人だし、その瞬間次第。で、今回私は皆さんのコメントからいろんなものを受け取ったなっていう感じがしてます。コメントだけじゃなくて、まあ、動画を撮るという経験もそうだし、それをこう、配信したっていうこともそうだし、で、ビズのライブそのものもそうだし、本当にいろんなものを受け取ったなっていうふうに感じられていて、
何かあったから、何かやったらこういう反応があって、それを受け取ったっていうことだけじゃなくて、もう体験そのものがさ、この現実を受け取る行為だと思ってるので、それが豊かさなんだろうなっていうふうに、特に最近ね、思っています。だからやっぱり起きることすべてに意味がある。だからそもそも、ね、コーチとしてのなんか、何かお役に立ちそうなヒントをお伝えしようって思ってたポリシーをね、100人登録の時にお話しして、そこで楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるし、それもやってきましたよ。だけど、今日の話もそれと繋がってると思って、ちょっと出し方を変えてるんですけれども、昔決めたことにさ、やっぱり固執して、これはこれ、あれはこれ、あれはあれっていう風に、区切ってこう戻るっていうのは、ちょっと、こういうフローの中で自分が決めたことじゃないというかね、自分が意図したところを超えて起こったことを受け取れなくなっちゃいませんかね。でもやっぱり私こっちに決めたから、こっちに決めてたからやっぱりこれで行くんだっていうのは悪いとは思わないけど、でもやっぱりそこに固執してるっていう感じになっちゃうのは、私は結構可能性としては、シュリンクしていくのかなと思うので、これからはどん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 そのフローに乗るっていうか、まあ宇宙の流れ、見えない力の流れっていうのが、この潜在意識に正直になるってことも結構そこと似てるなっていうふうに私自身感じてて実験してるんですけど、まさにこう皆さんから、ね、YouTube のそのアルゴリズムにうまく乗っていろんな人に見てもらってそこでご縁ができてっていうのもさ、自分が意図してできないですから、なんかこのフローの中に乗って、まあ偶然は必然だっていう形でしっかりとこう、受け取る受け取るって豊かな経験ですよね。うん。その上でこう、何をやっていくかをね、やっていこうかなというふうに思います。やっぱ起きることすべてに意味があるし、繋がってるんだよね。クライアントさんのセッションもそうだし、そこで思いついた面白きこともなきよう面白くもそうだし、コメントでまた同じようにね、面白がれっていう、コーチさやかの前になんかこう、面白きこともなきよう面白く、コーチさやかってしようかな。長いかな。うん。でも結局それなんだよね。住みなすものは心なりけりでしょ？心なりけりです。はい。はい。なので偶然は必然で、すべて起こるべくして起こってるっていう風に捉えて、その受け取った上で何ができるかっていうのを日々やっていきたいし、そのことを表現していくことにこれからもチャレンジしていこうと思います。ここまで皆さん見てくださってありがとうございます。なんかね、ビズの話していくんですけど、なんか批評したくないんですよ。わかる？この感じ。なんか対象にしたくないの。こう、私の中にあるものだからさ、彼らの活動に対して私のこう、カートがこう、つながってる部分を表現したいのね。うん。だからあの人たちってこうだよね、ああだよねっていう話は、私はあんまりしたくなくて、彼らの活動、誰かの行動を通して、自分が感じたことっていうのをシェアするのが楽しいです。うん。だから皆さんのコメント、あのコメントの仕方は、大好きなやつ。だから、すごい嬉しかった、感じ合えて。うん。そう、すべてに意味がある。というところに立ち返って、すべてを飲み込んで受け取って、まあ、受け取りにくいものはたくさん起きますけどね。うん。それを含めて、こう、日々生きていこうかなと思います。本当に、本当になんか正直な気持ち？なんかさ、もう70前なんでとか50過ぎてとかさ、そんな正直に書いてくれるんだなっていうのもすごい嬉しかったし、だから何よっていう話なのよ。だから何よって、それが何よじゃなくて、なんか言うじゃん。なんか、はしたないとかさ、いろいろ言う人いるじゃん。だけど、いいのよ。歳はみんな平等に取るんだから、その中で何ができるか、何が安全にできるか、どうやって支え合うのかっていう話だから、なんかあるがままを話してくれたことが、とっても、そうそう。あるがままを話してくれたことがとっても嬉しかったし、私もそのあるがまま、心のままに話したことが受け取ってもらえて、そこから出てきたことなのかもしれないなと思うと、すごく感じ合えるコミュニケーションができたなと思ってます。これからもよろしくお願いいたします。じゃあ、チャンネル登録、いいね、コメント、またお待ちしてます。では、見てくださってありがとうございます。